はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、声優保持の訴えと声優保全の訴え、民法198条と199条について解説いたします。198条が声優保持の訴えで、199条が声優保全の訴えです。で、これについては対比して頭に入れていくと効率的に、頭に入れることができますんで、対比して頭に入れていただければと思います。で、まず声優保持の訴え、民法198条、条文をはじめに読ませていただきます。声優者がその声優を妨害されたときは、声優保持の訴えにより、その妨害の停止、および損害の賠償を請求することができる。このように規定しているんですね。で、この声優保持の訴えなんですけども、これは声優を妨害された時にできる内容となってきます。声優を妨害された時です。もう実際に妨害されているっていう状況ですね。まあそういった時にできる訴えなんですけども、イメージとしては所有権者が持つ妨害排除請求によく似ています。声優保持の訴えでは妨害排除請求っていう言葉は使わずに、妨害の停止請求という言い方をするんですけども、内容としてはもうほぼ同じと考えていただいて大丈夫です。ちょっとこちらの具体例見ていただきたいんですけども、 A さんの土地があります、 B さんの土地があります。で、 B さんの土地には木が立っていたんですけども、台風によってその木が倒れちゃった。 A さんの土地側、 A さん所有の土地側に倒れてしまって、家が損害を受けたと。 A さん所有の家が損害を受けちゃいました。で、実際この木っていうのは A さんの土地に倒れたまんまです。こういった状況をちょっと考えてみます。この場合 A さんは占有妨害されてますよね。なので、この木をどかしてくださいと請求できるのが妨害の停止請求になります。で、今回はこの A さん所有の土地がこの木の倒壊によって損害を受けちゃっているわけだから、損害賠償請求もできるんですね。で、この占有保持の訴えっていうのは、妨害停止請求もできるし、損害賠償請求もできます。どちらも行える、どちらも請求することができるというのが一つのポイントになってきますんで、ここをちょっと頭に入れておいていただければと思います。で、続いて、占有保全の訴え。これについても条文読ませていただきます。占有者がその占有を妨害される恐れがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防、または損害賠償の担保を請求することができる。このように規定しております。で、この占有保全の訴えっていうのは、まあ、所有権の話で言うと、妨害予防請求ともほぼ同じと考えていただいて大丈夫です。で、今回の内容っていうのは、妨害の恐れがある場合なんですよ。声優保持の訴えは、もう実際に声優を妨害していると。まあ、A さん側からしたら、声優を妨害されている状況なんですね。で、こっちの声優保全の訴えについては、まだ妨害はされていないけれども、もう妨害の恐れがある場合の話なんです。例えば、B さん所有の土地に木が立っていて、台風によって、もう木が倒れそう、傾いて、今にも倒れそうだと。まあ、言った場合ですね。まだ倒れていないので、A さんは、妨害、占有を妨害されていないんだけども、妨害の恐れがある場合、この場合 A さんは B さんに対してどのようなことを請求することができるか、これは占有保全の訴えによって、妨害予防請求、または損害賠償の担保を提供してくださいという、担保の請求、これができるんですね。まず一つ目の妨害予防請求っていうのは、この木倒れないようにしてくださいと、何らかの措置加えてくださいねっていうのが妨害予防請求です。で、一方、損害賠償の担保請求っていうのは、これもし倒れてきて、この建物に損害があった場合、その損害を保証するために何らかの担保提供してくださいよと。まあ、例えばお金預けるだったりとか、まあ、そういったイメージですね。で、この妨害予防請求と損害賠償の担保を請求すること、これどちらか一方しかできないんですよ。もし妨害予防請求をしたというのであれば、下の担保提供してくださいっていう請求、これできないんですね。一方で担保提供してくださいって請求したのであれば、妨害予防請求はできないということなんで、これどちらか一方しかできないんですよ。占有保持の訴えについてはどちらもできたんですけども、占有保全の訴えについてはどちらか一方しかできないので、
この点ちょっと対比してですね、頭に入れていただければと思います。で、この占有保持の訴えと占有保全の訴えというのは、占有者であればこの2つ請求することができるんですね。この訴え提起することができるんですよ。例えばこの A さんが不法行為によって占有しているといった場合であったとしても、占有しているのであればこの訴えは提起すること可能なんですね。こういった請求をすることが可能になりますんで、この点注意してください。占有者であれば誰でも訴え提起できますよといった点です。この点もすごく重要になってきますんで、頭に入れていただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。個別指導ではこのように具体例を入れながら、理解をしながら学習していくってことを行っておりますので、勉強したら勉強した分だけ実力を上げていただきます。次の試験で絶対合格したいという方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。